わっしょい。はい、下町探偵団源さんです。今日は江東区常盤に来てるのだ。あそこにあるのはね、行きね、ここら辺でめちゃくちゃ人気あるカフェ、オーストラリアン、外人とかしょっちゅう来てる。あと最近ここにね、カステラ屋ができたんだ。ちょっとね、注文しといたんで、後で取りに行くのだ。なんか美味しいらしい。なんかね、土日しかやってないらしいんだよね。そういうところがまたね、希少価値だよね。人気出るよね。うん。で、わしが来たいのはそこじゃなくて、本日は、ここ、御朱印販売所、兄弟社。まあ、普通の製本会社です。中戸地とかね、ミニ織りっての、ちっちゃいもの、織ったりとかしてる。製本屋さん、これはまあミニ織りとは言わないか、普通のメモ帳か。中戸地っていうのはね、あれ週刊誌みたいな、真ん中開いて真ん中にホチキスがあって、でまたパタッと閉じるタイプの織り方、うまく言えないけどそんなやつで、ここで何を見たいかっていうと、御朱印帳を作ってるのだ。兄弟社小森さんです。こんにちは。こんにちは。まあ知り合いなんで、もともと知らしたらしいけど。今御朱印帳の表紙を、ほう、これ普通の何、糊、姫糊、よくつく糊、和糊、昔アラビックヤマト、ああ、そういうやつか。何を作ってるか、実物見せたわけわかんないよね。これ、この手のものを作ってるんだけど、小森さん、封が開いてるやつとかないの？ありますよ。あ、こっちか。こっちにたくさんいろいろ種類がある。ほら、面白いだろ。アコーディオンみたいだろ。これ持ってさ、こうやって、ヒュー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 ってやるとさ、楽しいぞ。楽しくねえか、別に。そうですね。ほら、小森さんが乗り出した。おお。これすごいね。ページ数とか自由に選べるの？これはそうですね。だいたい24枚。24枚か。裏表で48かける。なるほど。なんかまあ、要はこういうものを、こういうものも作ってる製本会社。で、なんつうのかな。七福神巡りとか、ね、あと、神社いろいろ好きな人が行って、御朱印、御神ってわかる？御朱印を、判子してもらうわけさ、神社で。こういうの。で、こういうのをこう集めてる人なんかよくいるんだけど、そういう用途で使われるための、御朱印用の、ノートっていうのかな、ね、そういう感じなのだ。でね、意外とね、なんつうのかな、やってるとこも多分少ないし、ほとんどないんじゃないかな。で、まあなんか下町らしいから面白いでしょって感じで今日は来させてもらったのだ。細かく言っちゃうと、これ、蛇腹とか、教本折りとかっていう折り方が、なんつうか一般的ってか正しいっていうかな、昔ながらの折り方なんだけど、それで折るともうこれをね、折れる機会がないのよ。お、息子登場、こんにちは。これね、どう言ったらいいのかな、うまく説明できないけど、これ24ページを順番に山を、山谷山谷と折っていくとするじゃない。ブザブザブです。これは特注で120ページ。これ教本折りなの？いつも二つ折り乗り付けるやつじゃなくて？二つ折りですけど。二つ折りで乗り付ける、ここでやってるのもあれ、教本折りっていう方でいいの？あれは、教本折りではないですね。正式な教本折りではないですけど、ね、仕上がりで見れば、教本折りと同じですね。そうだね。これ特注。まあ、うちわで話してて、多分見てる人何言ったか全然わかんないと思うけど、とりあえず、まあ、とりあえずこういう大きいのもありますよ、的な話ね。で、これをね、
山谷とっていくと、機械だとね、とってもじゃないけどね、ページ数が多いと5ページとか6ページぐらいならいけんだけど、20ページとか100ページなんて絶対機械じゃ折れないわけ。そこでここのね社長はね考えたわけです。考えたんでしょ自分で。いや、昔からあるの。先人の知恵ですよ。昔からあるんだ。はい、お、いいシールが貼ってあるね。なんだこのシールは。下町探偵団じゃないですか。おお。まあそれはいいや。で、ね、二つ折りを互い違いに貼りながら作っていく。わかんないよねこの説明じゃ。わかるようなのもあるの。ここに糊付け、ここ。ここ。3ミリとか2ミリ。だこれが1枚の紙なんだよ、これがね。で、ここにまた1枚。また1枚の紙がある。そうすると、だから、ここはだから重なってるから2枚。ここは2枚分ある。ここも2枚分ある。だから全部ずっと2枚分ずつあって、互い違いに2つ折りを重ねていくみたいな感じの折り方。こっち向き。そうすると、要は、折りとしては、たくさん折るんじゃなくて、二つ折りをたくさん貼っていくってことなんで、貼っていくのは手作業だからね。誰でもってことはないけど、人間の力でできるわけじゃない。そうするとね、できるっていう。これまさに画期的な、何十ページでも何百ページでもできる、教本折りの、作り方。教本折りじゃないのか。まあ、ご身長の、作り方、みたいな感じらしいのだ。でね、まあ、御朱印集める趣味は足がないんで、あんまり、自分とか思えた気はないんだけど、例えば七福神巡りとか、正月にやるでしょ。これだと ここにたくさんあるんだよ、七福神巡り。深川七福神が一番近いけど、亀戸七福神、隅田川七福神、人形町七福神、日本橋七福神、まあ、浅草の方もあるし、いろんなところで七福神巡りやってっから、こういうの持ってるとね、なかなかね、かっこいいよ。うん。こういうの持ってって、神社で、ここに御朱印お願いしますって言うとかっこいいよ。うん。で、今中身はちょうど、全部折っちゃって、今、表紙を作ってるとこらしい。表紙もさ、なんかさ、ただの白っぽい紙じゃさ、面白くないじゃん。こういうなんかいろいろ柄のついた和風の柄とかついたような、いろいろ用意してるらしくて。だからね、結構ね、こういう言い方もなんだけど、ちゃんとやってんの。本格的にやってんの、この仕事。はい、製本屋さんなんだけど。製本屋さんなんだけどって言い方変だよな。製本屋さん、だから製本屋の仕事ではないんだよね。そうですね。でも製本だよね、はい、仕事はね。うん。普通の製本会社ではあんまり大量生産じゃないからやらないんだけど、だけどこういうこともやってみたら面白いなとか、需要があるんじゃないかなと思って、この、小森さんこの代でしょ、お父さんの代からやってるの。そうです。信頼からか。結構前からこういうことも手掛けてるっていう製本屋さん。でね、実は結構ね、有名っていうか、いろいろメディアにも取り上げられてるみたいで、さっきから映してるけど、これ新聞、ちょっといつの。上に映っちゃいましたね。いつの新聞だか。これは平成30年、5月31日、ちょうど去年ですね。去年だって。結構最近だよね。ほら、他にもさ、これは、町会か。中村中学校のポスター。町会が、あ、これ中村中学校。近所の学校の生徒さんがポスター作ってくれたりとか、あとこれ誰だろう、なんかわかんないけど、なんか誰か来たんだよ、きっと。高田純次ですね。あ、純散歩か。純散歩と、おう。毒まむし三代。おう、毒まむし三代さん。で、父の弟で兄弟で兄弟者です。なるほど。謎が解明しましたね。兄弟でやってて、その長男、兄貴の方の子供、長男が今の社長のこの小森さん。はい、あとここにも。ってことらしいよ。お、正直散歩も出てるじゃん。はい、正直散歩、
何しに何しにっていうか来て来てだらだらくだらないこと言われて、散歩は皆さん御朱印帳持ってますんで。持ってるの？はい。お散歩しながら差し上げたの？ショーナーナンさんが買ってきましたね。あ、そう。はい。だってさ、これまあまあするよね。1000円かそこらしたよね、確かね。当時で1000円だったね。1000円で、あれも、番組の制作機器でどんでもなるのか。1000円買っても、1000円で10冊買っても1万円だもんな。1冊です。1冊、はい、1冊しか買ってくれなかったの。1冊買ってきました。なんだ。はい。舞の海も買ってきましたね。ああ、ああいう人好きそう。ぶらり途中下車の旅。でもね、下町探偵団ね、ぶらり途中下車の旅もね、これもう死んじゃったけど、じゅん散歩の前の前、一番最初のちい散歩、ちい散歩もね、下町探偵団だって出てるんだよ。先輩じゃないですか。まあだいぶ昔だけどね。そうか、まあこういうことをやってる珍しい製本屋さんが実は江東区の、時はしかも、うん、何あメモ帳ね、普通のメモ帳でしょ。そうです。ただ御朱印帳で出た端材のこういう和紙を使って。じゃあこれ視聴者プレゼントで。あ、どうぞどうぞ。いいです、いいです。あ、でも今度そういうのありだな、視聴者プレゼントとかやろう。そうです。郵送料とかめんどくせえな、送んなきゃいけないしな。こんなに、登録者数いないのに、もうちょっと100万人ぐらいになったらやろう。じゃあ、あと 5ヶ月ぐらいでできますね。まあ、とりあえずだね、そんな感じで、こう、なんつうの？江東区常盤の町の片隅に、普通のね、なんつうの？住宅地っていうのかな？があって、そこに、こういう製本屋さんもありますよ的な話です。なんかいろいろと前も小田六っていう提灯屋さんのこと一回取り上げたと思うんだけど、下町らしい変わった職業って意外とあって、まあそういうのも今後機会があったら探っていっちゃうのだ。それでいいのだ。よろしくなのだ。はい。じゃあ今日はこの辺で、これでいいのだ。